ドーナツ食べ放題実施中。ミスタードーナツの中野店にやってきました。食べ放題に挑戦していきたいと思います。はい、ただいまの時間が10時です。今から夜の10時だからね。それではスタート。最初はね、まずこちらポン・デ・リング、もちもちきなこ、ベジポップ、パインとほうれん草、こちらを食べました。1回につき6個まで選べて、ドリンクもめっちゃいっぱいあるんだよ。ほら、こんなに。みんな大体10個ちょっとということなので、私も頑張って10個は干したいと思います。すごいお腹空いてるの、今まで編集してたから。ポン・デ・リング、ドリンクはこれアイスティーのストレートにしました。糖分は取っていかないスタイルです。いやー、美味しそう。もちもちのちょうどいい甘さの感じが最高なんですよね。ドーナツ1個完食。なるべく早いうちにたくさん入れるっていうのがいいかな。じゃあ次、ベジポップ初めて食べます。パインとほうれん草ですね。クリームが詰まってますね。いただきます。ほうれん草の味は全くしない。クリームの部分にパインが入ってるのか。生地もね、柔らかくて美味しいです。柔らかいからさ、食べ放題でも顎が疲れなくていい。2個目完食しました。結構喉が渇くんだけど、ドリンクもついてるからいいですね。これで1200円だよ、超安いでしょ。じゃあこれ、ポンデもちもちきなこ、ポンデリングにきなこがかかってます。いただきます。なんか普通のポンデリングよりは甘さ控えめかな。いかに水分を取らないかっていうのがポイントになってくると思われます。ごちそうさまでした。じゃーん、2周目。結構重いのにしちゃった。エンゼルフレンチですね、豆乳ホイップクリームと、これさっきのベジポップのリンゴと人参味。リンゴの粒々かなみたいなのが入ってますね。5個目は豆乳ホイップいきます。あー、やばくなってきた。いただきます。ちょっと上にきな粉みたいなのかかってんのかな。なんかさ、ポムポムプリンのお尻みたいじゃない、かわいいね。美味しい。パン屋さんとかに売ってる、なんだろう、こうねじ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 っとした、外が周りについたもちもちのパンに似てる。その中にこうクリームが入ってる感じですね。すごい甘そうだなって思ったけど、なんだろう、こう重い感じはないですね。なんでエンゼルフレンチってさ、ちょっとずれてるよね。おいしい。ちょっとだんだん苦しくなってきた。6個で挫折はしたくないな。はい、6個目完食。イエーイ、やばいです。これ2個にしました。ちょっとね、ベジポップのいちごとトマト、ポンデメープルです。苦しい。食べてきたけど、トマトが一番トマトっぽい。
7個目完食。じゃあ次8個目いきます。ほんでね、すごいメープル感はないかな。ふんわりメープルっていう感じですね。22時40分です。やばい、あと20分。ポンデリングの黒糖味ホットティーもゲットしてきました。やばいやばい、あと5分で終了してしまう。5分でこれを食べないと。よっしゃ、最後のベジポップ。体に染みます。10時57分、あと3分しかない。急ぎます。もうここでね、頑張らないと YouTuber として失格だと思って。ポンデ北斗、これね、今日ラストオーダーですけど、はい、大丈夫です か, いいですか。はい、ありがとうございます、はい、10時59分ちょっと何秒かオーバーしちゃったんだけど、10個食べ終わりました。完食しました。ね、思ってたより甘い甘い甘いって辛くならなかったですね。結構最後まで美味しく食べれたんじゃないかなと思います。中野店ですね、1200円で1時間チャレンジできますので来てみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。もうお腹がいっぱいなので頑張って消化して帰ります。それではごちそうさまでした。インスタとツイッターもやってるので登録フォローよろしくお願いします。バイバーイ。